はぐみ、喜ぶのはまだ早いよ。これは仮縫いの段階だからね。これからサイズ調整をして完成させるんだ。あ、そっか。それじゃあまだ完成じゃないんだね。そういうことさ。しかし仮縫いとはいえ、衣装の実物を目にすると気持ちが高揚するね。うんうん、はぐみすっごくテンション上がってる。想像以上に可愛くできてるし、楽しいって伝わってくる衣装なんだもん。新しい衣装でライブをし、マジックを披露する。ああ、はかない。あれ、そういえばココロンはどこ行っちゃったの？マジックの演目について詳しく調べたいからと書斎へ行ったようだよ。めぼしい本が見つかったらきっと戻ってくるだろう。そっか、そうだよね。マジックのことを調べないといけないもんね。なんかドキドキしちゃう。衣装を新しくして本格的なマジックをするなんて。はぐみは運動神経がいいから見栄えのいいマジックを披露することができるだろうね。うん、はぐみ張り切っちゃうよ。あ、でもはぐみマジックってわかんない。前に病院で披露した時もわけわかんないまま花が降ってきたりハトが出てきたんだもん。確かに慣れないと舞台映えするようなマジックは難易度が高いかもしれないね。でも気にすることはないよ。一番大切なのはやっている本人が楽しいと感じ、また見ている人が楽しいと感じることなんだから。はぐみ、楽しむことは得意だよ。ならそれでいい。あまり難しく考えないことだ。私たちが笑顔でいなければ観客だって笑顔になれない。うん、はぐみ思いっきり楽しんでマジックやるね。ああ、その息だよはぐみ。楽器と同じようにすぐできるようになるわけではないけれど、はぐみの根性があれば素晴らしいマジックが完成するはずさ。初めてベース渡された時、すんごくすっごく一生懸命練習したんだよ。だからちゃんと弾けるようになったんだ。マジックも同じだよね。根性を見せれば絶対にできる。その息だよはぐみ。ハロハピにいると楽しいこといっぱい体験できるね。今までだってマーチングやサーカスをイメージした衣装着ていろいろやって、今度はマジックをイメージした衣装でマジック披露だもんね。うー、楽しみ。はぐみの言う通り、ハロハピにいると退屈しないよ。ハロハピでの活動は私の生活に素晴らしい彩りを与えてくれている。ここでの活動のおかげか、最近演技により磨きがかかった気がしてね。周囲から絶賛されることも多くなった。はぐみもはぐみも今まで以上にソフトボールや部活の助っ人を頑張れちゃう。ハロハピって見に来てくれた人を元気にしたり笑顔にしたりするけど、やってるはぐみたちも笑顔になって元気になるよね。ああ、そうだね。たくさんの笑顔を与えてくれる。この衣装で勇気がない人に勇気をあげて、元気がない人には元気をあげて、世界を笑顔にできるといいね。はぐみね、最近誰かの笑顔が今まで以上にすごく嬉しく感じるようになったんだよ。今まで以上に？どういうことだい、はぐみ。よければ教えてくれないか。例えば、父ちゃんに頼まれて店番してる時にお客さんが来るでしょ。それではぐみが接客してお店出る時にお客さんが笑顔を見せてくれると、それだけで嬉しいの。誰かを笑顔にするとね、ハロハピとして活動してる時じゃなくてもハロハピの一員なんだって思えるような気がして。全くの同意見だよ。誰かの笑顔に触れるとハロハピのメンバーが脳裏をよぎるんだ。それはきっと私たちは笑顔という名の運命の糸で結ばれた仲間だからだろうね。運命の糸？よくわかんないけど仲間なんだよね。ああ、そうさ。同じ目的の船に乗った船員だ。私たちは同志なんだよ。同志？カオルくんの言ってることは難しいけど、でもかっこいい。笑顔
で結ばれた同志と一緒に新衣装で世界を笑顔にするぞ。このエフェクターにはそういう効果があるんだね。それじゃあこっちのは？なるほど。これは音にうねりを加える。うねり？わかんない。あ、これかわいい。はぐみ、このエフェクターにしようかな。へえ、これは空間系って言うんだね。ハロハピの曲でも使える？なら、これ買う。いやー、いい買い物ができたよ。よかった、いてくれて。はぐみ一人だったら、どのエフェクターにしていいか全然わかんなかったもん。兄ちゃんに衣装を新しくするって話したらさ、ついでにエフェクターを新しく買ってみればって言われて、それで見に来たんだ。エフェクター使うと音の幅が広がるから面白いって兄ちゃん言ってたし、新しい衣装と新しいエフェクターでライブやるのすっごい楽しみ。あのね、まだみんなには内緒なんだけど、ライブですっごいことするんだよ。ミッシェルが空飛んだり、ココロンが瞬間移動したり。でも、なんでもない。ミシェルは空飛ばないよ。マジックじゃない。マジックだってハグミたちしないよ。新衣装とマジックは無関係だし、ハグミがさっき言ったこと全部忘れて。本当に本当に忘れてくれた。はあ、よかった。ココロンたちと新衣装を着るまでは誰にも言わないようにって約束してたんだ。だから今日のことは忘れてね。あ、楽器屋さんで一緒にエフェクター選んだことは覚えててね。はぐみたちがマジックすることは忘れてね。あ、また言った。